大門きし君午、えー、前中もありましたが、AIJ の問題を取り上げたいと思います、これ、言うまでもなく金融行政の決算総括上、大変重要な問題でございます、でこの問題は今、資料をお配りしておりますけれども、大変複雑、怪奇な問題でございまして、まだまだ解明されておりません。 今日も衆議院で承認喚問がまだやられている最中でございます。まあ、最大の疑問はですね、なぜ AIJ がですね、長期にわたり嘘の報告を行って、顧客を騙し続けることができたのかと、なぜこんなに長期にわたって発覚しなかったのかというのが最大の疑問でございます。でこの点ではですね、実はあの今から3年前に、 2009年の2月の23日でございますが、金融庁は、この AIJ と一心同体であります、ITM 証券を検査しておりました、えー、どういう検査でどういう結果になったのか、簡潔に説明をしてください。竹、えー、野真理夫、証券取引等監視委員会事務局長。えー 先生、ご指摘がございましたように、えー、2009年の2月、えー、ITM 証券に対しまして、えー、立ち入り検査を実施しておりますで、えー、このときは ITM 証券に対する、まあ、単独の検査でございまして、えー、これまで、まあ、あの証券会社の検査でございますので、えー <coughs> 通常の、あの、市場仲介者としての内部管理体制、えー、法令等遵守体制、リスク管理体制、えー、などの、まあ、検査を行っているところでございます。えー、仮に、あの、行政処分の勧告を行った場合には、あの、公表しているわけでございますけれども、当時、そういったあ公表は行っておりません。大門美樹君。まあ、つまりおっしゃったのはですね、通常の 関東財務局の検査であって、えー、問題がなかったということでございます。ただですね、この二0九年のこの時期というのは、すでにあの、ITM が関与するですね、あのー、今回の詐欺事件がすでにもう進行していたわけでございます。で、なおかつ当時はあの関係者の間で、この AIJ というのは大丈夫なのかと。 それと AIJ とこの ITM がもう一心同体っていうのはみんな業界の関係者みんな知っております。で、その AIJ が大丈夫なのかっていう話が既に広がっていた時期でございます。えー、ちなみに2009年の2月16日号の年金情報という雑誌がありますけれども、これは年金関係者はほとんど読んでおりますが、その中に既にもうあの、まあ、実名を挙げておりませんが、日本版マドフという記事が載りまして、 AIJ のことが業界の中では大丈夫なのかということが大きな話題になっていた時期でございます。その最中に、え金融庁はですね、この AIJ の投資信託、専門に販売している、この ITM 証券に入られたわけでございます。虚偽紛失の仕組みが一切発見できなかったという方が私は不思議なんですけれども、どういう検査をやったんですか 武野事務局長、えー、まずあの、今回の不正事案と申しますか、AIJ 投資顧問によりますう、今回の問題につきましては、ご案内のとおり、今回の AIJ 投資顧問と ITM 証券に対する検査におきまして、 AIM がファンドの基準価格の改ざんを行っていたこと、ITM 証券は AIJ 投資顧問から渡された基準価格を受けて顧客に対する販売を行っていたこと、ITM 証券はファンドの監査報告の内容を確認せずに AIJ に言われるままに AIJ の方に開封して渡していたと、こういったような事案でございます。で、こういった中で、先生から先ほど来、 えー、ITM 証券の平成21年の検査は何を見たのかということでございますが、あのー、先ほど申し上げましたように、あのー、市場の仲介者としての、まあえー、証券検査を実施した次第でございます。大門美吉君。だから、なぜ発見できなかったのかということを聞いているわけです。あのー、専門家というか関係者のところでみんな、AIJ と ITM 証券は一心同体というのは知っておりましたし、 その,の AIJ がですね、えー、まさに噂になっていたその最中の検査でございました。あれですかひょっとしてその、えー、そもそも AIJ と ITM の関係そのものを知らないで検査に入って、検査終わっちゃったということですか知っていたら当然もっと入るはずなんですけど。竹野事務局長。えー ITM 証券につきましては、平成10年に設立されまして、その後、ま、いろいろな、あの、ビジネスの変遷がございまして、その前回検査に入りました時期におきましては、AIJ 投資顧問の、まあ、運用しております、えー、海外志望投資の販売に、を中心として行っているブローカーであると、こういうことは認識した上で、検査には当然入っていたと思います。その、 おア ITM 証券がそういったビジネスをしていたこと自体は、何ら秘密でもなく、あの、当局でも事前にわかることでございますので、あの、そういう意味での、そのブローカーとしての、まあ、検査に入ったということでございます。ただ、まあ、あの、振り返って、えー、どうだったかということで、今後のために、あの、先生のご質問もされていると思いますけれども、当時、その、私どもは、ITM 証券に対しまして、えー、 まあ、継続的なあ、検査を続けてきておりました。で、そういった中で、AIJ 投資顧問との関係、あるいは、あの、さっき申し上げましたような、今回のような不正の構図、そういったものをですね、あの、意識して、検査に入っていたわけではございませんでしたので、先ほど申し上げましたように、今回の構図というのは、非常に、まあ、ま、AIJ、えー、主導の、まあ、ITM を、それに、結果として、 あの加担をしてきたということではございますけれども、ITM 証券の,あの通常の,あの証券検査の過程ではあ、今回の全体の構図をつかむ、まあ、探調を把握するには至らなかったということでございます。大門三吉君、私ねあの、事前にレクを受けたときね、これはあの何日間検査されたのかと聞いたら、大、え、体、ー、いい1か月ぐらいじゃないかという話をお聞いたわけですが、 私は調べてみたら、これはそんなにやっておりませんね。わずか9日間ですね。つまり、これはもう、なんていうかな、通り一遍の、えぇ、ー、順繰り、こう、定期的な検査の一つであって、特にこの時に問題になっていた AIJ の情報とか、そういうものをきちっと掴んだ上でやってないですね。見過ごしちゃってますね。えー、そういうことじゃないですか。わずか9日の、お間の検査っていうのはそういうことでしょう。通常、今、今回のやつは、えー、40日以上や,や,やられましたですね、検査ですね。 全然違いますよね。つまりまあそういうさらっと言っちゃったということだと思います。で、当時から何度も言いますけど、もう関係者の間では AIJ AI とこの ITM 証券は、あもうあの、AIJ があ実,実質支配しておりますから、まあ、一心同体というのはみんな知っていたわけでございまして、で、逆に言うとそういう噂がありましたから、AIJ 危ないと怪しいと。逆にこの金融庁の検査が注目されてたんですよ。 皆さんの結果が。それがわざわざ白だと、いうことを、おやっちゃったもんだから、え、これが、この浅川は、あ逆に、えー、心配していた人たちとかですね、年金危機の人たちに対してね、どうだ、大丈夫だろう、だったろうと。ね、県有長が来たって、白と出たんだと。全然大丈夫なんだと。いうことで、逆宣伝に使われたんですよ。で、この後、V 字回復してるわけですね。 この雑誌が出た頃はですね、えぇ、ー、解約したいという年金金か、年金金がいくつも出たんだけれども、金融庁の検査で白って出たもんだから、浅川はもう強気で営業をまた展開して、あのー、V 字回復してるわけですね。これは皆さんが、あの、意図的とは言いませんけれど、あの、ボケて、ボケたことをやったもんだから、それがもう使われちゃったんですよ。白、白で、白だということでね。で、その後2年間だけで500億以上の損失を出しておりますから、 この時につかんでいたらね、この500億の損失は少なくとも、えー、その後の2年間のはなかったということになるわけで、えー、ございます。で、大臣、えー、いかがお考えですか、金融庁のやっぱり、えー、ミスがあったんじゃないかと思いますが。自民金融担当大臣。あのー、前も、あのー、国会でまあご答弁されたんですけどね。 二0 0九年、まあ、先生がお指摘された、まあ、AIJ 投資顧問に対する、まあ、ヒアリングを実施したことは、まあ、事実でありますが、これは外部からの情報提供に基づき、事実を確認するために行ったものであること。そしてその時点ではですね、まあ、ですね、残念ながら、不正の探求や信書はいらなかったとの、報告をですね、これはあの、証券等監視委員会は基本的に、えー、金融庁から独立した、独立性のある機関でございますから、 そういう報告を受けております。で、まあ、先生がですね、今、あの、大変お叱りをいただきましたが、例えばですね、私、あの、これ、えー、日本経済新聞ですね、まあ、大山経緯の新聞ですが、最大の株主でございます。これですね、年金情報っていうですね、この業界では大変有名な、まあ、週に2回出す雑誌がございましてね、これはですね、実はその、 うん、この年金情報にですね、えー、この順位というのをですね、実はつけてるんですね。そうしますとね、これ2007年から、まあ先生が言った2009年含めてですね、2010年、11年までですね、5年連続ですね、この AIGA がですね、アクティブ運用能力の定量評価では一番なんですよ。これ、ね、いや、だから何年も言いたい、ちょっと待ってください。いや、それでね、 それよく分かりになっていただきたいと思います。でね、これはね、ゴールドバンサックスとか、スイントモ信託銀行系よりも上なんですよ。で、そしてね、またこれまたい、他の運営区域でも上ですしね。ですからね、ま、あいろいろなね、この業界、業務があるんですよ。ただし、これはね、非常にやっぱ、権威のある,ある、ある意味でね、そういう、これを信じた人もおるわけですからね。 だからまあ、後から、結果からしたら、確かに私は、あの、いろいろなあったけどもね。やっぱそういう、あの、五年連続、うん、ですね、日本経済新聞が一番の、うん、あの、月、あのですね、えー、この、年金情報誌では、五年連続一番だったということもですね、これ一方はあったわけですから、そのこともですね、ご理解をいただければと思っております。大門三吉君、うん。大臣ね。 普段から財政委員会でやってますから、今日決算委員会までお会いしたくなかったんだけれども、<laughs> 聞くしかないから聞いたけれど、聞いたことだけ答えてくださいね。年金情報がその前にアンケート調査ですよ。アンケートで一位になりますよ。リマーリーから。それを掲載しただけですよね。でしかし、そうは言ってもおかしすぎると。言うんで、調べてさっき言った、え、二0九年の二月号に書いたわけでございまして、その何の話をしてもさっぱらかない。何を、私が聞いてるのは責任がないかってことを聞いてるだけでしょう。 なんで年金上の話をしてるんですか、あなた。聞いた頃に答えなさいよ。何言ってんのもう一つありましてですね、えー、参考人質疑で私があの、浅川に、浅川社長に聞いたんだけれども、あのー、この同じ二千九年から二月、二千九年の二月か三月の時期にですね、あのー、浅川社長が金融庁からヒアリングを受けたかどうかと。浅川ですよ。a ジアの浅川がヒアリングを受けたかどうかと。 えー、で、受けたということを彼が言ったわけですね。この同じ時期にですよ。浅川社長が、この ITM 証券とは別の話なんですけれども、ヒアリングを受けたと言ったわけですね。で、これはあのー、同じ、時期が全く同じなんですけれども、ITM 証券の検査と関連があるんですか。えー、細溝監督局長、はい。金融庁監督局長。 えー、委員御指摘のとおり、2009年の初め頃に AIJ、えー、投資顧問に対して、金融庁がヒアリングを実施しておりますが、これ、たまたま同じ時期だったということでございまして、関連はしておりません。大門三木君。ということはですね、あのー、さっき言ったように、ねアイ、アイテム証券は、定期的な順繰りの検査だったと。で、特別に、特別に AIJ の浅川社長に、金融庁がヒアリングをするというのは、 これはあの,あの、普段ない特別なことだと思います。そうすると、なぜそういうことをやるのかというと、やはり、えー、あの頃ですから AIJ は怪しいんじゃないかと、調べたほうがいいんじゃないかと、そういう外部からの情報が寄せられたから、ヒアリングをされたんじゃないんですか。宇佐見沢監督局長ご指。ご指摘のとおり、外部からの情報提供に基づきまして、その事実を確認するため行ったものでございます。 ただ、その時点では不正の単調や信証は得られなかったとの報告を受けております。大門三岸君あの。これもあの聞きましたら、浅川社長にのらりくらりと逃げられたと、かわされたという話ですが、やはりこの時期に浅川社長を呼んでおいてですよ、呼んでおいて逃げられちゃうと、かわされちゃって、それっきりとですね。 で、今日実はあの、衆議院の承認喚門で、我が党の佐々木健承議員がこのことをですね、えー、浅川社長に聞いたんです。で、金融庁からヒアリングを受けた様子についてね。そしたら金融庁からですね、運用報告書の提出を求められたと。で、自分はないと言ったと。そしたら金融庁は、ああ、そうですかということで終わっちゃったと。 ということですね。これ、承認喚問での浅川の発社長の発言ですから、ほとんど真実だと、思いと、思わなきゃいけないと思いますね。この時にですね、運用報告書の提出を,をきちっと求めるとか、なぜ出せないのか理由を聞くとか、詰めていれば、三年前ですよ、この事態を掴むことができたんではないですか。細水尾監督局長。 当時の担当者に確認いたしましたところ、当時の記憶によれば、AIJ 投資顧問に対して運用報告書についてやり取りを行ったことはないというふうに聞いております。それで、なぜその運用報告書のやり取りにならなかったかということでございますが、ヒアリングの場におきまして、AIJ 側から AIJ 投資顧問の運用手法は、ファンド等を活用した手法ではなく、 まあ、直接運用を行っている、直接オプション取引等を行うなど、直接運用を行っている手法であるという旨の趣旨の説明を受けたというふうに記憶しておるということでございます大門三吉君。そしたらあれですか、浅、まあ、川さんは、証、えー、人喚問での発言を嘘言ったということになるわけですか、そういうことになりますね、そんなこと求めていないという担当者はっきり言うんだったら。 これは後ではっきりさせてもらわなきゃいけないと思います。いずれにせよ、あの、外部からのおっしゃったとおりね、細水さんが言われたとおり、外部からの情報があって、浅川を呼んで、えー、しかもそれを単に運用報告書を求めた、求められたけど、僕は浅川さんが言ってる方がこれは正しいと、承認喚門で言ってるわけだからと思いますがで、そちらはむしろ記憶がなかったみたいな話をするんじゃないかと。お実際ペーパー残してないわけですよね。その時のやりとりですね。ええー、だから担当者今頃思い出せって聞いてるわけでしょ。そんなレベルですよ。 浅川さんの方ははっきりと承認官房の場で言ってるわけだからね。向こうが私はこれについて言えばあ正しいと思います。えー、それだ、そうだとす、まあ、そ、それがどうかということは別として、えー、きちっとなぜその時にね。 浅川社長について、社長にもっと正さなかったのかということは非常に問われるわけでございます。ですから、あの、私はあの、金融庁として、えー、もちろんあの、今後に生かしてほしいから質問しているわけですけれども、えー、最初の、おえー、ITM 証券の検査の問題、そして外部情報に基づく浅川社長へのヒアリングの問題、この二つで見過ごしていると、見過ごしてきたと、三年前に、 で、その3年間で0 0以上、億以上の年金基金に穴を開けていると。これを考えると、やっぱり金融庁がですね、いろんな情報をしろ、検査をしろ、もっときちっと掴んで、やらなければ、ああ、いけないと思います。もちろん体制が非常に不十分だというのもよく承知しておりますけれども、そういうこともやっぱり真摯にね、やっぱり今反省するならすると、そうかするならそうかすると、 で、それでやっぱりこんなこと起きないように体制を増やしてくれとかですね、堂々とやっぱりですね、あの、あの、やっぱり反省するとか反省して、なおかつきちっとした体制を求めるというふうにやってほしいわけです。こういうことをうやむやにして、うやむやにして、誰かのせいでね、済まさないでもらいたいなというふうに思って質問しております。で、もう一点ですね、あの、今回の発見を遅らせた、ああ、ものの一つとして、私これ大変大きいことだと思うんですけれども、えー、 監査報告書は偽造されていたと。これは資料の二枚目の左下でございますけれども、虚偽の基準科学、えー、をですね、えー、お客さんが、まあ年金基金がですね、AIJ 大丈夫かと、ちゃんとした報告書を見せてくれと言ったときに、虚偽の運用報告書、監査報告書付きのものを提示していたわけでございます。これがもしも、虚偽のものを出せないとか、 えー、いうことだったら、ここで発覚したはずですね。年金基金いくつかがこれを求めたわけですから。ところが、虚偽のものが作成されてしまったと。これ普通あり得ないことなんですね。それで、えー、調べてみましたけれども、あのー、この浅川社長にこういう監査報告書を作成する実務能力はございません。専門家が関与しているはずです。で、えー、ちょっちょくにあの、お聞きしますが、 株式会社会計情報センター。これは実はあの、この新規契約と解約との転売といいますか、このからくりに使われた投資事業組合の監査をしているところでございますけれども、この会計情報センターの人間が、この虚偽の監査、監査報告書付きの運用報告、これをお客さんに渡していたわけですが、 この報告書、虚偽の報告書を作ることに関与したのではないですか。金融庁を掴んでおられますか、そのことえ竹、ー、野監視委員会事務局長、えー。参考人質疑におきまして、AIJ 投資顧問の浅川社長が、知人の公認会計士に、 私が水増しのナブの数字を渡して作ってもらったといった趣旨の答弁を行ったことは承知しております。また、私どもの関心会が行いました検査におきまして、浅川社長が指導して、虚偽の基準価学の算出等を行っていたことは確認しているところでございますが、今、ご指摘のありました公認会計士が、 どの程度関与していたかどうか、あるいはそ、その他の社も含めて、プロの共犯者がいたかどうかにつきましては、あ現時点で、えー、明確に確認されているわけではございませんし、まあ、個別のことでございますので、ここでのコメントは差し控えさせていただきたいと存じます。大門三吉君、えー。時間がまいりましたので、今日は終わりますが、この監査人がですね、文書偽造までやるようになっちゃったら、 もういくら外的な規制強化をやろうが、ですね、この中でいくらでもやられてしまうわけでございますので、これはきちっと本人に、名前を私、分かっておりますが、ちゃんときちっと聞き取って、決定的なあの重要人物の1人でございますので、その検調査、きちっとやってもらうことを求めて、私の質問を終わります。